さあ、ドラゴンの3人で行われてますが、再び抜きの剣が登場。ヤンクンが龍剣に対してかなりエクロで対策しっかりしてるっていうのが動いてますね。撮影感がされ、ダメージからパンダラ、ダメージが抜けて、ダメージが強いと思うんだね。中足から手に行ってみながら抜きは漏らさない。さあ、中盤からステータももう一回ダメ足。これはネクロはリードされると崩しづらいが、抜きがここはおっと2発目入れ込みのエレクが入る。大丈夫、ジーブを持ち返せ。1本目抜き、さあ今ヤクトンはどう崩していくのか。中盤エレク確認が入る。さあ、ダメ足ネクロアッパーはガードしてる。さあ、裏回り勝負まで入る。そして投げつかりに中足引退。ダメ足、こうなるとは思うべきのペースか。しかし、ネクロからセクロアップ。そして、最大ダメージまで入れた。ヤクトンの逆転。ファイナルラウンド、ナウ。ヤクが寄ってきたが、しかし中足勝利という。ダメ中央でも勝利してるが、勝ったに入ってしまう。ネクロエレクが溜まると剣側はあまり無茶できない。おやと中盤で隠せず、ダイヤの隙が入らない。ネクランプリが勝って、エレクに入るパーソナルからここはドライか。ダイスコース、ヤクンのプレッシャーが入るが、ダイスコース投げスカリエレクが入る。さあ、ワンチャンあるの。しかし投げスカリって中足が入って抜きが取り返す。